騒音と逆位相の波を発生させて、騒音を打ち消す消音スピーカーとは、騒音郊外での対処法の一つである。日本の放送機器メーカー TOA が世界で初めて開発した。騒音源の音を拾い、それと逆称になるような音を作りスピーカーから出力し空間で打ち消し合わせ、騒音レベルを下げることを目的としたもの。理論自体はかなり昔から証明されてきたが、 デジタルシグナルプロセッサの高速化により製品化が可能になった。室内の静寂性が重視される乗用車に採用されることがある。日産自動車の U13 型警部ルーバードはその一例。救急車の車内にも再ン音を緩和するために採用され、救護車の心理的圧迫感軽減や医療機関との無線通話明瞭度確保に役立っている。騒音源を音として マイクロフォンで拾うのではなく、サイレンアンプから電気的に売るため、整った逆小波形が生成でき効果が高い。旅客機であるサーブ340では、ジェットエンジンとプロペラによる客室内騒音の低減に用いられている。地上でジェットエンジンの試運転を行う際、騒音を軽減するため格納庫と一体した消音装置が用いられる。 ノイズキャンセリングヘッドホン消音スピーカーの類似技術としてヘッドホンや携帯音楽プレイヤーに内蔵されるノイズキャンセラーがある。周囲の音を内蔵のマイクロフォンで集音し、これと逆位相の信号をオーディオ信号と混合して出力することによってヘッドホンへ外部から侵入する環境音を軽減するものである。ヘッドホン再生の場合、集音した 環境音に再生音がほとんど混入しないため簡易な電子回路で得た逆小信号でも効果があり消音スピーカーよりも早く1990年代から商品化されたソニー製のウォークマンやエクスペリアなどではデジタルノイズキャンセリング機能とされているアナログ式フィルター回路を使用しノイズを取り除く方法ハイパスフィルターローパスフィルタバンドパスフィルタ バンドイリミネーションフィルタなど、デジタル式 DSP などで元の信号波形を窓関数に与え、その波形に合致しない帯域をノイズとして取り除く方法。あるノイズに対して逆位相の信号を重ね合わせるとノイズが無効化される。アクティブノイズキャンセラーノイズに対して逆位相の信号をデジタル回路または アナログ回路によって、別途生成し信号を重ね合わせることによって、能動的にノイズを減衰させる方法。サイレント楽器、ソナー雑音の除去、アンテナノイズキャンセラーなど。パッシブノイズキャンセラーノイズに対してノイズそのもののエネルギーを使用し、逆位相の信号を生成し信号を重ね合わせることによって、受動的にノイズを減衰させる方法。 高速道路の沿道にある射音壁型ノイズキャンセラー、潜水艦やステルス機の特殊塗装、エレクトリックギターのハムバッキングなど、ありがとうございます。